なごめの創作人形倉敷ひいな展1階会場の様子をご覧いただいております。今回は上田真理子さんの作品を紹介いたします。それではご覧ください。なごみの創作人形倉敷ひいな展は2007年から毎年2月下旬に岡山県倉敷市の倉敷美観地区で開催しております。作家主催の定期開催の企画展として、おかげさまで17回目を迎えることができました。第17回の今回は、全国より53名の作家が集い、個性あふれる華やかな創作人形の世界が展開されます。それでは会場の様子をご覧ください。